この試合はオープンフィンガーグローブマッチ、53キロ契約、3分3ラウンドで行われます。後楽園ホールで行われていますライズ167、本日の第1試合オープンフィンガーグローブマッチ、アスミ対ノボの一戦です。この試合解説はライズ世界バンタム級王者の志郎選手、そしてゲストでグラビア女優としても活躍中の志田ねねさんです。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、このオープンフィンガーグローブマッチもだいぶこう試合数も増えてきましたけれども、志郎さん、どういうところがポイントになるそうですか。まあ、やっぱりその KO 決着が生まれやすいんで、まあ、見てる側からしたらやっぱりいいですよね。やっぱ迫力もありますし。迫力ありますよね。よかった。よかった。ガードの仕方はこの辺りで違いますもんね。そうですね、ディフェンスの仕方は変わってるので、あとずっと握ってなきゃいけないんで、そういった面での違いが出てくるので、まあ、自分は嫌です、ね。さあ、第1試合オープンフィンガーグローブマッチが始まりました。赤コーナーが強い、そして青コーナーが強いです。いや、いきなり距離を詰めていきました。大きく打っていくのはどこです。なんですけど、かなり身長差があります。165センチの厚みに対しまして177センチのノボというところで、こう見ても志田さん大事ですね。レクシーでこれだけ身長差があるのはどうなんですかね。やっぱり身長差あるとずっと返せないんですか。やっぱりその身長高い方が有利な攻撃とかもありますし、やっぱりまずオープンフィンガーなんで、まあ、ボディー浮かせれるので、その逆に手が小さい方は相手が大きい方がボディーとかローキックが当てやすいので、そういった面でやっぱり作戦とかも変わってくるんで。なるほど。お互いローキックを出していこうという序盤ですけれども、このオープンフィンガーグローブマッチだとこのパンチでバチバチ打ち合うというような印象もあるんですが、志郎さん結構こうロープも出てますね。ロープカーフが多いですね。やっぱり時代的にカーフで足を削ってみたいな感じで、まあ、そうすると自然と頭が顔に当たりやすくなるんで。先ほどからスイッチをするような姿を見せているアトリです。身長が低い方は中に入っちゃうといいと思うんで、ただグローブと違ってその顔面を捉えるというのも当てかけるのも結構難しいというのも必要になってくるんじゃないですか。そうですね、人間の頭と硬い部分があるので、猫のあたりとかそこが打ったら骨折しちゃうんで、はい、そういった意味でやっぱりしっかり狙うためなんで、まあ、眉間とかテンプルとか顎は、まあ、打ち抜かないと結構怪我のリスクはありますよね。そうですよね、ピンポイントにしっかり狙えるかどうかというところも大きなポイントになってくるオープンフィンガーグローブマッチです。を出していく。いや、志田さん、この音ですよね。はい、より生々しい音ですね。生々しい音が響き当たっています。ここはそのところです。ここから顔面を捉える場面が、おー、イングレート2、3。ここは捉えていきました。どこです。ジャブでちょっと下がったのに、右を本当に一番強く当たる距離で当てたなっていうのを思いましたね。決着ということになりました。いや、志田さん、強烈な印象ですね。はい、KO されてしまった。さあ、ということで、まあ、先ほどの宮原香音さんとこの大野ですけれども、ターゲットシビアということになりますから、ターゲットシビア2連勝ということになりました。いや、下本さん倒されたあとですけども、かなりダメージの方も心配ですよね。やっぱりグローブ薄い分衝撃が伝わるので、結構顎に打ち抜かれちゃうんで、はい、まあ結構ダメージはあるんじゃないですかね。戦い方というのはいかがでした。まあ、やっぱり身長を生かして、はい、まあ、ジャブとかワンツーとか多くしてて、やっぱり、まあ、タグとしてなので、まあ、ヤーマンと思いますし、そうですね、まあ、やっぱりいいんじゃないですかね。オープンフィンガーでやりたいと思えば全然向いてるスタイルなんじゃないですかね。ターゲット渋谷っぽいって言ったら渋谷っぽいそうですね、やりますかね。は
こんにちは、ターゲット渋谷から来ましたのぼです。前回松本選手やった時に不甲斐なく終わってしまったのに、こうやって後楽園で出させてもらって本当にありがとうございます。ちょっと塚本くんいるかな。この間インスタでお前が倒されるとこ見に来てやるよって言ったんだけど、塚本くんね、大阪大会で 51.5 オープンフィンガーやれるやついねえなとか言ってたけど、あいつぶち殺してやりたいから、みんなちょっと盛り上げて、僕と塚本くんを組んでください、大阪大会で。お、塚本どこだ、映ったな、すぐに殺してやるよ。ありがとうございました。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いします。ここで、塚本桃選手が観戦していらっしゃいましたので、コメントをいただきましょう。お願いします。こんばんは、塚本桃です。まずおめでとうございます。まあ俺からしたらやるメリットないんで、やるメリットないんで、まだもっと上上がってきてからやりましょう。格闘技はやっぱりここがいいとこだと思うんですよ。僕みたいにメリットないやつがこういうやつを食って上に上がって、今日一晩7月の大阪大会で変われるっていうところを僕も先輩に教わってきてるんで、ジムの僕も皆さんに伝えたいと思います。なんで皆さん組まれるようにちょっと盛り上げてもらっていいですか。お願いします。リオ選手ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いします。というこれからの対戦というのも楽しみになってきました。お伝えしました本日の第1試合オープンフィンガーグローブマッチ、アツム対ノボの一戦は右ストレート1ラウンド KO、 ノボ勝利です。